奈良東大寺三月堂の本尊、国宝不空賢者観音像。天平時代に造立された高さ4メートルに近い堂々たる立像である。この大きな仏像は7世紀の頃中国から伝来したという脱冠室の技法によって制作されたものである。興福寺国宝八部衆阿修羅像。人々に深く愛されてきたこの像も脱冠室の技法によって作られたものである。冠室像は麻布を漆で何度も塗り重ねて作るが、軽くて巨大な像を作ることができ、それに他の方法では作れない柔らかい表現ができるので、我が国では奈良時代に盛んにこの技法で仏像が作られた。冠室の技法で仏像を作る人は全国でも数が少ないという。奈良市に住む宮沢章介さんはその数少ない冠室工芸家の一人である。新しく作る仏像の構想を練る宮沢さん。宮沢さんは10年ほど前に亡くなった父親の康介さんから冠室の技術を習った。宮沢さんのアトリエで新しい仏像の制作が始まった。これは仏像の木芯作り。この日から一体の仏像を作るのに2ヶ月から3ヶ月の日数がかかるのである。天平時代の冠室の技術もその後、工程の難しさなどから受け継ぐ人もなく途切れていた。父親の康介さんはこの冠室の技術を現代によみがえらせようとお寺などを回り、古い仏像などを調べた結果、やっと冠室技術の再現に成功したという。麻の布を巻きつけ、木の芯に肉付けをする。粘土に砂と素砂と和紙を混ぜ合わせる。この粘土は後で水で洗い流してしまうので溶けやすいようにするのである。木芯の上に粘土で大体の形を整える。ここまでは一日の工程である。
2、3日陰干しにした粘土の像の上に漆を塗った麻布を丹念に貼ってゆく。漆に胡粉やトノコを混ぜ錆漆を作る。乾いては塗り、塗っては乾かす。何度も同じ作業が繰り返され、次第に仏像の形が整っていく。乾漆像には漆がふんだんに使われる。漆は古くなればなるほど枯れて軽くなり、しかも丈夫である。そして大きさも自由にでき、繊細で写実的な彫刻ができる特徴がある。大体の形ができると、今度は水に浸して内部の土を流してしまう。乾かした像はさらに3つに切り離される。切り離して内部の木芯を取り除くと、再び漆で貼り合わせる。Thank you.
何度も何度も漆で肉盛りしては乾燥し、やがてそれを特砂で丁寧に磨きをかける。これまでに作業はすでに2ヶ月を経過した。作業工程はいよいよ最後の仕上げ段階に進み、漆を塗り金箔押しとなる。風を嫌う金箔押しは静かな部屋で行われる。最後は岩絵の具で仕上げる。ついに完成した観音菩薩像。穏やかな表情、柔らかい全身の線、乾漆の特徴が隅々まで生かされている。ではこのほかに宮沢さんの作品のいくつかを紹介しよう。阿弥陀三尊像、小観音像、乾漆阿是倉光号と大黒天光号、釈迦三尊専仏、いずれも乾漆の持つ美しく穏やかな表現に満ちている。